よし、じゃあ真島さんの言う通りトーナメント出るか。準備できたんか。あ、トーナメント教えてほしい。トーナメントについて教えてくれ。今さら何言うとんねや。前はええか、これから3人の男と連続で戦う、たったそれだけのことや。いや、男と男の真剣勝負や。好きだねそういうの。ええか、キルちゃん。分かった、オッケー、やってみよう。ちょっと怖いけどよっしゃ、ほな始めようか。あー怖い。小牧のあれも受けてきて、無手返しだけ取ってきた。ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、全年堂地下闘技場メイン王者キリュウカズマ。いや、何はめらせとんねん。このトーナメントで今一番旬な男、誰だ、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン。ねえ、ずるくない、あいつなんか持ってんだけど。さあ、何女はめらせとんねん。戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はヘルメット取れ、さすがに。どちらに吠えるのでしょうか。今ゴングです。おお、かっこいい。わあ、自信ねえ。ずるくないそれね。あ、痛い、普通に痛い。あ、酔ってろ。あ、ダメだダメだ、危ない、危ないってか怖いわ。極み出るから。あ、ダメ、危ないよこの人、とっても危ないよ。ダッシュしとこう。危ない、こんにゃろ。やばいかも、やばいかも。こうだね。危ないって、吹っ飛ばないんだよなこの人。おら、はあ、勝者キリュウカズマ。伝説のチャンピオンは衰えを知りません。あ、拍手してくれた。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。名前なんだっけこの人。ボブボブボブ、勝手にボブ。絶対王者ゲイリーバスター奇遇ですね、キリュウさん。奇遇ですね。早空氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。相変わらず日本語分かってねえな。Versus 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。何持ってんだよお前、だからよ。あー怖いんですけど、やめてそれ、バリ怖い。やばい、痛い、引こう、痛い、引こう。おー回し蹴り、フィニッシュさせない、フィニッシュだ。危ない、よいしょ。ほっ、いって、よいしょ。あべ、あんま回り詰めるのも危ないか。あ、危ない、えい、あ、もう極みとか使ってる暇ないわ。なんかもう気が抜けない。キル強い、強すぎる。進化した元王者を相手に完全勝利です。進化って、あれ、いない。さあ、いよいよ決勝戦。え、どこ行ったの。
あの男がやってくるはずです。誰？現地下闘技。おい、お前戦いたいだけやろうがい。そうだよな、一番強いのこの人に決まってるよな。このリングに突如現れたシマノの強肩は今もなお負けるということです。もう危ないから。入場パフォーマンス、圧倒的な強さ。彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。やりたいだけだろお前よ。リングインです。どんだけ火薬使うの。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。うん、かっこいい、かっこいい。あんただけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。やっぱり、やっぱ真島さんはドス持ってる方がいいわ。いや怖いんですけど。いや来るような気してたけどね。うわかっこいい、かっこいい。大丈夫かな私。真島さんに勝てる気しねえ。うわごめんね。うん、めっちゃ飛んだ。あ、やべ。ドスはなし。ねえ、ドスはなしだよ。ガードできないもん。極みのタイミングがずれる。あ、でも真島さん飛んでくれるわ。ここ、あ、くそ。くっそ。やば。蹴りかと思ったらさ、いつもドス、すぐドス。痛い、ドス痛いよ兄貴。あぶら。わっ、かっこいい。丸、ま、おい。かっこいい、かっこいい。あ、やべ、なんかオーラ出した。やばい、避けらんねえ。うわ、極みが出ん。出た、これ。無手返しだな。慌てるな、慌てるな、慌てるな。やばい、慌てるな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 、慌てる、慌てるな。なんだそれ。長いストロークが。うわ、ダメだ、兄さん強い。兄さん強い。イケメンカット横に知られるな。この人何者だよマジで。だいぶ減るなんで。怖
こっからよ。やばいやばいやばい、離れろ離れろ。おりゃ、ラッシュえぐい。こりゃ、あ、やばいやばい。兄さん強いよ。もうそろそろ諦めてくれへんかな。少子少子ちゃんは少期。兄さんごめんよ。もう一生戦わないから、もうさすがキルチェ、もう戦わないから。相変わらずごっついな。お前もだよ。約束だ、登場会に戻ってくる。まあ祝いの酒でも飲みながらゆっくり話すや。なんじゃそりゃ。わかった。もう本当にしんどかった。やっぱあの人はやっぱ強えな。うん、ちゃっかり座ってるし似合ってんな。お疲れさん。マジお疲れさん。やっぱりキリュウちゃん他のやつだと暗いものにならんな。おい、そんなことより、お、分かっとるわ、約束やからな。登場会に戻ればええのか。いや、いや、無理に戻らなくてもいいんだ。ああ、はあ、なんや、さっきと話がちゃうやんか。うん、あんたが登場会に収まる器じゃないことは知ってる。今組に戻るよりも組を助けてやってほしいんだ。お、つまり手助けせいっちゅうことか。ああ、引き受けてもらえるか。ああ、まあ、組には戻らなくていいけど、まあ、ケチ聞きしてほしいんだね。わかったわ、キリュウちゃんの頼みやからな。せやけど、備えに登場会やピンチなんか。実は、神道を率いる錦山組が登場会から抜けるかもしれない。お、お、組の力半減やな。ああ、まあその上、合流会がいつ攻めてきてもおかしくない状況だ。そうか、しかしまあなんかスッキリせんな。ん、何がだ。俺はなんか作為的なもんを感じるんや。あー、この人頭結構いいからな。どういうことだ。確か寺田は近江連合に殺されたんやったな。ああ、俺の目の前で襲われた。それがおかしいんや。何、なぜだ。寺田が登場会の5代目になってから近江とはそないに敵対しとらんかったからな。本当か。じゃああの襲撃は。まあ相手があの合流会ならやりかねんが、少なくとも殺されるほどの揉め事はなかったはずや。それじゃあ寺田はどうして。今となっちゃ俺も登場会におらんから詳しいことはわからんが、俺は寺田のことは好かんかったわ。好かんかったん。どうして。平和やら和睦やら共存やら理想ばっかり語りよって、結局登場会はその辺の組織からも舐められるようになってしまった。それにどうした。あいつは結果的に登場会を混乱させたからな。あれ、あんまり良くなかったんだ寺田。あんた寺田を信用してなかったのか。せいや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかった。ああ、それはよろしくないね。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。
ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして、組は手に。そうなんだ。まさか寺田がそんな男だったと。まあ人の腹の中までは探れへんちゅうことよ。見切りつけてこっち来たよね。ケルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんのよ。あ、なんか来たぞ。ちっ、またかいな。連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんだ。ちゃんとしてんな。最近そういう輩が多くてな。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中。ここはここで何か競ってんのかよ。ヒルズ計画を。いいんじゃない、別に立てなくても。ここ欲しかっただけなんでしょ。真島さん、親父大変です。待て、あいつらです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。また下暴れするで。準備しとけ。結局そういうの好きなんだね。はい。うちに何度も喧嘩売るとは、ええ度胸やないかい。怒っとるぞ。頑張れ。いや本当にいい度胸してんな、真島さんに何回も喧嘩売るなんて。いや私も何回も言ったけどよ。ほう、結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。でどうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬう西田。ははい。なら俺も手伝うぜ。キリュちゃんも。ああ、やった、キリュウさんがいれば百人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。あかんの。え、これはうちが仕掛けられた喧嘩や。あ、そうなん。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。そういうの筋通すんだ。 でも、うるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か、わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。ああ、いや、そんなつもりじゃ。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ、なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。おわー、聞きがたいね。俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。かっこいいよ、キリュウさんも。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってこと、あんたなら十分知ってんだろ。しゃあな。なら、キリュウちゃんには手出さずに手貸してもらおうかな。なになに、トンチ？どういうことだ。キリュウちゃんには現場監督になってもらうわ。おかしくない。現場監督。そう、現場監督や。マジマジャパンのキリュウ監督や。おかしくない。全然話についていけないんだから。実はの、やつらの目的はわしらを倒すことやない。はいはい。うちの施設を破壊することなんや。なるほどね。施設を。そや、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らを狙いない。なんか回りくどいことをしてるね。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけ。なるほどね。その通りや。せやけど
わしらは防衛戦が苦手での。確かに防衛とかいうたちじゃないもんね。つい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。なんでやねん。せやから桐生ちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だが監督そんな経験ないからな。監督業そんなんじゃないけどな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。おかしいよ。ねえ、手のいいのをなんか押し付けられてるだけだよね。やつら来ますよ。ねえ、ちょっとや、行くで、キリンちゃん。おう。なに、マジマ建設業務開始や。どんな業務しようとしてんだよ。さすがマジマさんだな。普通のことしてねえわ。なんか難しそうじゃないそれ。なんかあれかな、陣営動かしてとかそういう系かな。何始まった。見ててくださいね、親父。ひき肉にしてやるよ。なん、どういうこと。うわ、何これ、なんかむずそうなんだけど。なんか難しそう。クランクリエイターとは、カムロ城ヒルズ建設計画を守り抜け、キリュウを現場監督とする真島建設と、カムロ城ヒルズ建設計画の乗っ取りを狙う悪徳不動産、2つの組織が入り乱れて戦う施設防衛バトル。仲間の従業員を指揮し、施設を守り抜け。クランクリエイターでは個性的なキャラクターが多数登場。従業員たちに的確な指示を与え、真島建設を勝利に導こう。なんか難しそうだよこれ。んで、図の2、右側がミッション経過時間とバトルログ。秘技の表示が左にできて、所持キャッシュ、あ、なるほど、にゃんこ大戦争みたいな感じだ。三角で根性アップ。根性アップさせると業務員の能力が増加して体力が全回復。はいはいはい。まあキャッシュ、時間経過でできるキャッシュで、まあそういうことができると。ヒギが使用できる。デッキにセットした左側4人の、ヒギ。中野。はいはいはい。なんとなく分かったぞ。まあ、割り振られてんだね。4種類のタイプ。タイプとかあるんだ。バランスが、まあ、万能。攻撃は剣のマークで、戦闘で。で、防御は、防御ね。で、援護射撃もできると。喧嘩兵、拳銃兵、爆弾、剛腕、バットとロケラン。バットはやばいんだ。施設狙うんだ。だから従業員を狙わず遠距離か施設。ロケランとバットちょっと怖いね。強敵が登場することがある。強敵は能力が高いため複数の従業員に攻撃させよう。はーい。必殺技の威力はどれも強力。オーラを発生した従業員を離れた位置に移動させるか、炎上ダメージやしびれダメージを与えることで必殺技の発動を防ぐことができる。なるほど、はい。お、ドリンクとか出るんだ。スタミナの箱、キャッシュ、はいはいはい。おお、はい。攻撃、あ、敵襲を1回防ぐと防衛ボーナスを獲得。はいはいはい。OK です。うわー、怖い。何これ、難しそう。いっぱいいるね。つまり回線、これさ、時を止めるとかできるの。待って、時を止めることできる。できなさそうだね。時を止めることはできなさそう。ちょっと、あ、待って、なんか開いちゃった。これ何、回線。このまま守りきれ。なるほど。ここにちょっと誰か行って。あ、マジマさんがいた。マジマさんがいた。ここに誰か行って。待って、マジマさんしか動かないな。マジマさん、どうやって動かすの。あ、オッケー。ここにみんな集めよう。マジマさんが何度か頑張ってくれてる。オッケー。ナイスだよみんな。うわ、双方から来る。じゃあね、いい調子だ。一人ここに置いて、誰かこっち行って。誰かこっち、
で、マジマさん多分、マジマさんもここに置いといた方がいいな。この前に置いといてほしい。あ、ナイスナイスナイス、みんなよくやった。ねえ、うわ敵、おお。いけそうかも。ここにみんな集合しよう。やばいなやばいな、頑張れ。なんか一人銃のやついなかった？こいつ銃じゃん。この辺でいいよ。だっけ、ごめん、めっちゃ生かした。真島さんが絶対の安心度がある。よし、いい調子だ。真島さん、真島さん、この辺この辺、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。あ、キャッシュ拾いたいけど、キャッシュ別にでも今いらないな。あ、敵が一人出てきた。このまま守りきれ。どうしようかな。防衛線入らせないようにしよう。真島さん出てきて。勝手に動くこともあるんだ。真島さんがサシの勝負しちゃってる。ちょっと寄って寄って、みんな寄って、真島さんを助けて。真島さん強すぎん？真島さん行け。真島さんすごいことしてる。真島さんなんか奥入っちゃった。あー、待って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 。行け、袋だ。よし、よく頑張った。一人死にかけてたけど、やばかったね。やばかった。真ん中の人死にかけてた。見てなかった。マジマセーフ。なんでキリュウさんも歌ってんの？よくやった。ここで流れるのかよ。マジマ建設の社か。ダンス好きだね、マジマさん。なんとかなった。これで片ついたかな。やるやないか、キリュウ監督。采配やったで。あ、どうも。なかなか難しいもんだな。難しかった。ブラボー。なんか出てきた。 やっぱいい会社じゃん、マジマ建設ってさ。お、あんた誰だよ。初めて見る顔だな。キリュウだ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤刑事、なんか聞いたことあるな、名前が。気のせいかな。武藤不動産、まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね。真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ、蝶野。ああ。いや、この人も見たことある。この人たち実名で出てんだ。俺のパートナーも蝶野だよ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。まあなんかグレーゾーンだっすけどね。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。
残念だが間に合ってるんでな。あっそう、まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ、例の三重師にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。家でやってそれは。三重師、地上げ三重師。怖いな。聞いたことねえか。怖いなその名前。そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えといた方がいいぜ。この人ただただ、まあ、立ち上げただけだからね。すぐに会えるかもしれない。力が欲しくて。楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長男、腹減っちまったよ。おう、体が仕上がっている。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三重師だかなんだか知らんが、まとめて相手したろうが。ハハハ、ヒルズ計画は金のなる木、お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるか。覚悟しとけよこら。なんかすごいのと戦ってんな、真島さん。すまん、ウケルちゃん。面倒なことに巻き込んでしもて。本当だよ。兄さんには世話になってるんだ。これくらい、お安いご用さ。いいタックだな。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うと、キーとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らされて。おい、誰も来ねえよ。キリュウ監督率いるマジマジャパン本格始動や。血の気の多い男だな、相変わらず。すみませんね、三重師の皆さん。今日はお集まりいただいて。大御所感がすごい。見たことある、みんな。お前らが俺たちを誘うなんて。何ちゅうもんと戦ってんの、真島さん。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。実名。この人も実名。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方。怖いよ、もう。尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。戦うのが怖いよ。早く余計を言え。怖いよ。天竜さん、相変わらずせっかちだな。アテレコ背景見たいわ。今日集まりとかどうなってんのスタジオ。カムロ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロ町ヒルズ。おお、いいじゃねえか。カニの匂いがするな。するだろうな。めっちゃすると思うわ。なんだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。おお、いいじゃないか。その計画うんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？町の遠藤が俺たちに頼むっていうことは、相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を請け負っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で、島野の狂犬と言われる武道派だそうで、
へえ、そんな奴が建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな、おい。そしてその真島の側近、桐生一。誰が側近やで。こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。その言い方されるとなんかもう真島組のなんか人みたいになっちゃう。いや、なんでもね。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になるなら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。いや、どの世界にも竜いるな。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。このゲームだけで3人出てきちゃったけど。最近ちんけな案件ばっかでな、歯応えのある相手を探してたんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうするの。最近地上げをやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三銃士の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろ。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。うん、キリュウ、カズマ、知り合いなのかな。ちょっとわかんないな。私は知らないな。一旦セレナに戻ろう。ああ、よし。セレナ戻っか。ここも行けるようになったな。また、まあそれはまた今度かな。セレナ戻ろう。え、男性。よいしょ、ただいま。12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの。忘れてたわその話。何のんびりしてんのよ。行かなくていいの。なあ、お前は怖くないのか。何が。隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの。実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え。1年前に知った。両親を手にかけたのは俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから
許すことができた。だがあんたはどうだ。私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた登場会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ。仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。行くわよって、ああ一緒に行くのか。マジマ編一緒。マジマ編